ああ。くしゃみが止まりません。なんだ、風邪かな。ちょっと鼻水がすごい今日は。ドラゴンクエスト8を縛り実況者のテポンゲーです。よろしくお願いします。前回終わり際ちょっとそのソフトのね、ウェブカメラだとか、そうそう録音ソフトとか全部あの停止ボタンを押したらその応答なしになっちゃって、危うく動画まるまる一本紛失するかと思いました。うん、危なかった。なんとかあのサウンドエンジン使ってるから録音ソフト、それでバックアップがあるから自動でバックアップ取ってくれるからなんとか復元に成功しました。危なかったです。なんとかなりました。なんでだろうな。ちょっと最近調子悪いな。まあその後ね、マカフィーにオールフルチェックしてもらったんでね、まあ問題ないと思いますが、はい。で、とりあえずね、闘技場を聞いて、モンスターを、復活させて、復活してもらいました。なのでね、編成しよう。入れ替え。ハイパーポンゲの方に、一回外そう。外す。あ、もうスラリン、ちょっと。こういう時のスラリンね。じゃあ、こっちから決めていこう。こっちに、森ハゲシネの方に、ロビン、ハルク、キラーマシン。で、もう一匹ね、もうキラーマシン、実は仲間にできるっていう風に、そのコメントでね、教えてもらいました。身長の魂を使って、行く場所にもう一匹最後のキラーマシンがおるらしいです。まあ、けども、まあ、ハルクを使いたいのでね、結局もう一匹キラーマシン捕まえると、どうしてもここ外しちゃって、ハルクをこっちの方に移すっていうことになっちゃうんでね。けどこっちはね、せっかくなんで、サイプ、サイプと、ちょっと待って、サイクロプス真ん中にしたい。ギーがサイプ、ギガンツ。ベンチもったいないね、これ。アポロンとか、アクデンとか。もったいない。まあ、こいつらがちょっと、頼りなかったら、入れ替えよう。キラーマシン捕まえに行こう。はい。ということでね、モンスターも、揃えたので、ストーリー進めていきましょう。最後、ラプソンがとりあえず復活しちゃったので、お城を追いかけたらいいんだよね。飛んでいった。ゴルドが飛んでいってしまったので、そいつを追いかけよう。マップ出てるよね。マップに出てるだろうな。てかもうこれラストダンジョンになるんじゃないかな。ラスダンじゃない？もうこれ。ついに、もう言うてさ、もう 100% と超えちゃってるからさ、そろそろだよね。ちょ、マップ見よう。違う。葉っぱのとこだよね。葉っぱのとこ行けばいいんだよね。よし。行こうか。もう行っていいよね。やるべきことは、モンスターぐらいしかないもんな。あとはカジノ行く。まあ、カジノもいいけど、お金ないしな。行こう。はい。で、よくね、なんか、この、ドラクエ8の実況は、実況だけはちょっとウェブカメラのマイクを使用して撮影してるからね、よくね、あれ、手さん、声変わったみたいなコメントが寄せられております。
そう、8に限りウェブカメラのマイクを使用しておるので、ちょっと待って、マップ。こっちか。三角ボタン。まあ、このマイクね、ウェブカメラのマイクはすごい集音性がいいからね。結構好きなんだけども。集音性良すぎて、たまに音割れちゃうことがね、あるのでね。あれはトロ電錠じゃないの？あれ？全然関係ねえとこ行ってた。全然関係ねえとこ行ってた。あったー。あー、こんなんだったっけ？もっとさ、黒い球体みたいなんじゃなかったっけ？あー、これもう近づいたら入っちゃうんじゃない？ちょっと周りをさ、カメラむずい、カメラがむずい、入ってしまいました。いやー、これ、うわ、覚えとるぞ。覚えとる。行こう。アークデーモン。作戦どうしよう。とりあえずガンガン行こうぜで、押していこうか。あー、けどせっかくの身長使いたい。行け。強そう。強そう。マインドブレイク、ね、ただ3人で殴るだけ。これもうちょっとなんか演出あったらよかったのにね。この必殺のモーションね、キラーマシンのやつとかもただ殴るだけのことだもんね。まあ強いからいいけど、強え。これ下手に戦うよりさ、モンスター呼びしてさ、倒していった方が強いんじゃないか説が浮上した。今ので確信に変わった。とりあえず、ちょっと待って、ここ階段を出さなくてはいけないので、どっかにスイッチが。何ここ、こんなんだったっけ。うわぁ。こんなんやったっけ？ここは教会かな？もともとはだからゴルドだもんね、これは。ゴルドのとこだから、町なんだよね。うん、町が残ってる。いやー、怖いな。てか、あれ？ちょっと待って。ダメだ。一回帰ろう。一回帰ろう。うん。ダメだ。その、MP とかが回復してない。しまった。忘れてた。宿取ってないわ。この、君たちは必殺技を出すよりも、一人一人が二回行動だから、一人一人が動いた方が強いんじゃないかい？んなことないか？いや、んなことあると思うで、では。一匹100ぐらい食らわしてんもんね。だが、ハズミズがすごい今日。ちょっと本棚だけ調べていこう。本棚だけ。ここ調べたら一回戻るわ。ルーラー使えるかな。命のブレスレットと、ある剣を錬金するとさらなる奇跡が生まれるという伝承がある。あー、さらなる奇跡。これは奇跡の剣、貝とかじゃなかったっけ。どの剣と組み合わせればいい。うん、なんかあったよね、奇跡の剣の
上位互換的なのがあった気がする。何もない。暗黒の仮面ジョジョ。ファントムマスクをかぶる者が漆黒の闇を身にまとい、敵の攻撃に当たりにくくなる。この仮面は、固き鉄の兜に闇の力を注ぎ込み生み出されると言われている。なんだこれは。ファントムマスク、固き鉄の兜、闇の力、鉄仮面とかかな。鉄仮面と悪魔の尻尾とかそういう系かな。悪魔の尻尾はないか。もっとなんかページをめくると、潰れた虫がぺったり張り付いている。ゼシカは黙って本を戻した。なんかあるよね、そういうの。立ち読みとかしてたらたまにあるよね。で、相変わらず相手がよく行く快活クラブのジョジョの1巻から3巻ボロボロなんだけど、早く新しくしてくれないかな。武器の友フユゴン。一度に大量のはぐれメタルと出会い、何にもできないままに逃げられる。そんな経験は誰しもあることだろう。そんな時持っていると心強いのが究極のブーメラン、メタルウィングだ。これさえあれば敵全体に攻撃できる上に、メタルキングの硬い体にも傷を負わせることができるぞ。ただこの武器には謎も多く、何かのブーメランと強力な武器から作られるとしか分かっていないのだ。まあメタルウィングはいいけども、やっぱ魔人斬りとかの方がいいよな。格殺したい。そこはちょっと与えてもね、逃げられた意味がないからね。どっから入ってきたんだ。あ、宝箱。こっちはエントランスか。こっちは違う。ちょっとこっち側の本棚も調べたらね。ちょっと奥続いとるがな。まあいい、調べれるだけ調べてから帰ろう。まあ最悪なんか回復ポイントがありゃいいんだけどね。回復ポイントあるかな。古い記録。我らが主暗黒シナプソン様は新たに光の世界をも支配せんとお立ちになられた。かの、小菓子機へ身長がその崇高なる目的を妨げんと画策しているようだが、やつごときに何ができよう。遠からず我らは光の世界へ攻め込み、彼の地を、闇へと返すだろう。闇へとキスだろう。もはや、神でさえも止められはせぬ。あー敵。ちょ、普通に戦おうか。サミダレツキ。早いな。200から250で死ぬね。鶏に限り。まあ黒ハンズもそんなことないか。大したことない。ここは読んだね。こっち。浮遊城砦では闇の魔力を増大させ、2つの世界をつなぐ巨大な門を生み出すためのものだ。2つの世界がつながるとき、この闇の世界に住む、凶悪な魔物たちが一斉に光の世界へと降り注ぐ。そうなれば光の世界の住人などひとたまりもないだろう。もう闇もなく、もう間もなくその日は訪れる。本なのに本なのに予言するっておかしくない？本でしょ、だって。何？昨日誰かが書いたなんか日記かなんかかな？それだったらわかるけど。あ、結構何もないな。身長レティスや人間ごときラプソン様の敵ではないが、気になるのは竜の一族である。
かつての戦いで滅びかけた奴らが再び立ち向かってくるとは思えぬが、注意しておくに越したことはない。姿を消したあの連中がどこに隠れているのか、その動向を掴んでおかねばなるまい。まあこれはね、うん、まあクリア語要素の一つのことです。うん。龍神族、古代の超兵器。このように武器は数あれど、最も重い武器といえば、メガトムハンマーを置いて他にない。それゆえこの武器をまともに使いこなせるものはなく、その製法も忘れ去られた。ただ今も伝わるのは、このハンマーが2種類の武器とオリハルコンから作られることだけである。うん、メガトムハンマー、なんだろう。大金槌なんて、さすがにね。ケイロンとエロスが出会い、巨大な弓を構えしとき、偉大なる 大神が現れる。これなんか昔作った記憶があるな。うん、なんか作った記憶ある。ただ今回の冒険では、うん、残念ながら拾えてません。あ、ちょっと待って、行き止まり？行き止まり？うん。まあ、ちょっと行けるところまで進もうか。一回帰るとは言ったものの。何？あ、気づいてない。気づいてない。チャンス。チャンス。ここは。ボストロールから倒す。どう？どうしてだ。ボストロールの方がどう見ても怖いだろう。弱い。あー、どうしようかな。モンスターなー、編成し直そうかな。変に必殺打たれるとちょっとやりにくいんよな。うん、ハルク、ギガンテスの方にハルク1匹混ぜるとか。んで、キラーマシン捕まえに行っちゃおうかな。それもそれでありだな。ちょ、ボストロール硬いな。化け物対決。本当のパワーとは何か教えてやれ。デブとこのデブとね、このガタイのいいやつの違いっていうのをちゃんと分からせろこいつに。怠け者野郎に。ね、同じね、ジャンルは同じだろうが、大きくくくれば同じかもしれないけれども、強いパワー、鍛え上げられたデカさとね、日々のうのうと暮らしてきたただのデブとはね、大きく違うところをね、教えてやれ。お前たちのその筋肉信用しろ。筋肉を信用しろ。こっち、あ、うん、うん、あー、行き止まりでした。右が正解だったみたいだね。こいつらは倒すか。普通に倒す。右が正解ってことは、ここいらで一回、こいつ終わったらちょっと一回ルーラー試してみよう。満タンするの忘れていました。ボンガはい、とっとと倒しちゃってくれ。よし、
よし、じゃあ一回戻りまーす。もういけとね。よし。絶対不思議な力にね、妨げられるわ、これ。これ絶対不思議な力に妨げられるわ、数の境界。大丈夫だった。大丈夫だった。疑ってごめん。疑ってごめん。それは得手が悪かった。ザオリク分の MP はあるかな？頼む！おおおおおお、止めてください。はい。あ、なんか久しぶりにこれ入ったな。カットに入ります。怖いわ。空があんなに赤く染まって。この旅もいよいよ終わりを迎えるのかしら。もし世界がラプソーンに征服されては、もう呪いとか言ってられないものね。でももしエテたちがラプソーンを倒せば、世界中の人々を救えるわ。そしてその時は私も元の姿に戻れるのかしら。あるいはずっと馬のまま。もし世界が平和になってもミーティアの呪いが解けなかったら、エテと二人で旅に出たいな。ポジティブだね。お馬さんのままだと、たとえ結婚役者がいたってもうお嫁には行けないんだから。エテを背中に乗せて、あなたが行きたい場所にミーティアが連れて行ってあげる。なんてけなげな子なのだ、この子は。ねえ、エテ約束よ。鼻水も出るわ、そりゃ。